ということで、日本のテレビ史上初、禁断のジョッキールームにテレビカメラが潜入です。はい。おー、広い。あ、広いですね。大椅子とテレビが並んでますね。そうですね。ちなみに椅子いっぱいありますけど、はい、この機種は大体ここに座るみたいなのってあるんですか？あー、ありますね。前の方に、はい、田中克春さん、小畑さん、はい、で多分吉富さんが2列目で、僕一番落ち着くのはあっち側の2列目ですね。座っていただいてもいいですか？いつもの感じで。いつもの感じで、はい、本当にいつもの感じで。いつもの感じで、まあ、こういうふうにそんなにしていいんですか？そんなしていいんですか？座ってる時って。いや、そりゃそうでしょ。やっぱ誰に見られてるか分かんない。さすがです。そんなわけはないじゃん。何を見た？続いて2人は運動用具が置かれたスペースへ。まあ、ストレッチマット。あー、ストレッチマット。札をここに敷いてあってストレッチをしてますね。ボールを使ったりいろんなやり方あるんで、うん、はい。まあ、このゴルフクラブはストレッチではないと思うんですけど、せっかくなのですいません。持ってきますね。ゴルフです。ゴルフ、はい。ちなみにスコア。まあ、もう十何年やってないんで。十何年やってないゴルフは趣味とは言いません。まあ、いったな。すいません。また見せちゃうのか。最初。戸崎プロ、ああ、いや、戸崎騎手、華麗なスイング、ありがとうございました。さて、二人は禁断の直球ルームのさらに奥深くへ。この奥にお風呂とサウナがありますね。おー、さあ、禁断中の禁断、お風呂場にカメラが。またこっちは熱い。うおー、ふわふわ。直球ルームのお風呂場は浴室全体がスチームサウナになっています。ここで騎手の皆さんは体重調整をするのです。浴室の隣にあるリラックスルームも室温60度に設定された低温サウナになっています。何をここでは忘れないでしょうか？何を考えるんですか？でも早く体重が落ちて。ああ、そう、うん、うん、苦しいと思いますよ。はい、ここでじゃあひたすら耐えると。カクテルになるといいですね。それ飲んじゃったら体重になりますからね。と、ここでスミアナが何やら発見した様子。何ですか、これは。木場ですね。木場、何に使うんですか？何に使う何に使うんですか、だって馬の動きだったり、こう姿勢だったりを確認したり、うんうん、まあ、必需品かなっていう感じですね。戸崎氏もやられる。そうですね。あ、そうなんですね、はい、ちょっとやっていただいてもよろしいですか？木場ですか？はい、はい。というわけで、スミアナの無茶ぶりにも応えてくれる関東リーディング1位、戸崎騎手の半騎乗です。すごい。あとはこう直線でこう追う時になったらね、こう首が動くようになってるね。本当だ、リアルですね。そうです、そうです。なんか本物の馬に見えてきました。そうです、ね、こういう感じでね。うおダメ。今何したんですか？はい、今何したんですか？かっこいいかな。ありがとうございます。サービスショットまで。さあ、保安騎乗を見たところで、スミアナが奥歯を初体験します。足が上がらない。左足、そうですね、はい、はい、こう、はい、こう、はい、かなりきついと思いますよ。はい、はい、これで、はい、うん、手綱、うん、こっちから持ちます。こういうふうに、こうですか？こう、そうです、そうです、こう、そうですね、こう、そうですね、はい。うわもうちょっと長くていいですよ。これ受け狙ってます。ここにちゃんと乗るようにして、はい、あ、こうだ、あっちに。ちょっと暴れますって、これ。こう、あ、こう、あ、こうだ。大丈夫。
に来てますけどね。ああ、足が疲れた。足もきついですよね。足がきついですよ。これは痩せちゃいますね。そんなことないですよ。私さっき、ムチを誕生日からいただきまして、はい、回しムチ、はい、習得したんです。はい、いいですよ。せっかくなんです。音楽器しない。はい。はい。やってるじゃないですか。一緒やりたくなりますでしょ。なります。はい。今日いろいろ見せていただいて、棋士の皆さんのやっぱり苦労がちょっとだけですけれども分かりました。これからも応援してますので、はい、よろしくお願いします。はい。たまにこうちょいちょいバカにされるようなとこもありますけど、ちょっとこう見た目が変わってくれたらいいなと思ってます。ぜひとも。はい。これはでもね、これいかなかった。私服も。